どうもおはようございます。ゆうこるです。今回ですね、寝落ちした僕の代わりに、あ、マジで俺今日嬉しかったんだけど、トッププレイヤーのなたまめさんがね、パズドラのランキングダンジョン大感謝祭2の動画を送ってくれてました。ということでご覧ください。ちょっと僕寝起き5秒なんで、頭おかしい実況してたらすいません。やっていきましょう。はい、まず1回数3名使います。超1組のかな。はい、超1組ながら火の列を組んで突破していくと。そして木のウェイは組めない、あ、ごめんなさい。木の L 字を組んでさらに加点を取っていく。素晴らしいですね。めちゃくちゃうまいパズルだと思います、今の。完璧じゃないかな、マジで。で、ガードブレーキも回収して加点をバチコリ取っていく感じですね。はい、2回走。プレイか。根性でも出てこないっぽいね、多分。水のウェイ、火のウェイっていう加点取れるのを取って、で、木の L 字も加点で取って、さらに、光も一応消して落ち込みを狙っていく。そして闇が消えたことによってガードフレも発動していくと。完璧ですね。マジでうめえな、こいつって今思ってます、これは。寝起きでもわかるわ、これ。はい。で、闇のウェイ組んで、火のウェイ組んで、で、水のウェイ組んで、完璧だね、マジで。うまっ！なにこれ、俺寝起きでなんでこんなビビらなきゃダメなの？うますぎるでしょ、マジで。この人。そして4階層。ガイアですね。メイメイ使う。なるほど。木の L 字組んで、木の L 字組んで、闇の A も組むの出たな、コンボ。強欲すぎでしょ、パズル。うまっ。強欲なパズルで突破していくと。素晴らしいですね。そして5階層、アーテナですね。初めのつぼみを使って、あ、僕読めますけどね、ちなみに初めのつぼみ。おうおうおう、まあ、ここちょっと加点あんま取れなかったので、盤面悪かったな。ただ、素晴らしい落ち込ん、重要なコンボ。素晴らしい。で、突破していくと。はい、ラスト。ボスですね。まあ、そうだよね、こいつだよね。はい、スキルは使わずに。はい、突破していくと。で、突破ですね。はい、これで、スコアが。46,000、86,000、13,000、15,000の、7000! まあ、間違いなく 0.1% ですね。もう言わずもがなだと思いますが。はい。まあ、今回のランキングダウンの立ち回りとしては、まあ、そのな、俺が見てて思ったのは、まあ、やはり火の列が非常に重要になってくると。初手の盤面ですね。ここで、火を6個と、回復9個を作れると、まあ、超1プラス火の列っていうのが組めて、さらにウェイも1個とか L 字とかも組めるから、強いなと思いました。はい、これですね。この場面ですね。うまいけど、マジで。はい。まあ、あとはそうだね。単純に加点を取り続ける。とにかく。まあ、詳しい解説動画とかはね、またね、今日の夜ぐらいに出します。ちょっと僕、寝起きで今から、学校、学校、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。